仮想喫茶でバイト始めたって言ってたけど、そういうとこってスタイルとか良くないとダメなんじゃないの？いやー、私もずっと胸がないのを嘆いてきたんだけどね。とあるゲームで、貧乳はステータスだ、希少価値だって言ってたんだよね。言われてみると確かにそういうニーズもあるわけじゃん。私は貴重なわけよ。ゲームがなぜそこまで自信が持てるのか知りたい。じゃあ私も平気かな。